だいぶ慣れてきたんじゃない？さっきの旋回すごく綺麗だったわ。着陸もあまねちゃんよりスムーズだった。葵くんは上達が早いな。十分テストできたし、続きはお昼を食べた後でいいか。そうしますか。私たちで作った翼だもんね。あ、分かった。じゃあランチの前にもう一度だけ飛ぼうか。大丈夫？緩くない？うん、ちょうどいい感じ。葵くんが助けてくれないと思うと、なんで？ああ、気持ちはわかりますけど、後ろの人がもっと不安になるんで。
発行前でよかったわ。離陸途中で故障してたら大事故になってたかも。自力では難しいだろうな。業者に修理を依頼しないと。結構時間かかるんじゃないですか？1日や2日じゃ無理だろうな。今日のテストはここまでだ。ゴーン！ただいま。アイス買ってきたよ。小鳥、何読んでんの？ちょっとね、モーニンググローリーのことを調べてるの。私らの最終目標って空飛ぶことじゃないもん。本当なら今頃テスト三昧だったのにな。夏祭りもいつの間にか終わっちゃったし。なんか夏っぽいことしたーい。ねえ、どっか泳ぎに行こうよ。絶賛練習中だったしな。お？そうだ、あるじゃん泳げるところ。行こう泳ぎに。これから。ダメ、無理。なんで？
って学校指定の水着しか持ってないもん。私はそれさえ持ってないぞ。プールの授業を最後に受けたのはいつだったかな。そんなのこれから買いに行けばいいんですよ。地元民も知らない穴場スポットよ。広い場所だな。カカー。子供の頃ここら辺を探検してて発見したんだよね。早く着替えて泳ぎましょう。あっちのくぼみなら周りから見えないよ。葵くん、こっち来ちゃダメだからね。